皆さんこんにちは。平和堂プレゼンツ第2回バーチャルカラオケ大会をご覧いただきまして本当にありがとうございます。さあ、このバーチャルカラオケ大会ですが、歌うことが大好きというカラオケファンの皆さんに演歌の部、演歌以外の部、そして18歳以下の部の3部門に事前にご応募いただきまして、抽選で出場が決定した各部門10名合計30名の皆さんにお歌いただきまして、その中で各部門の得点上位3位まで合計9名の皆さんの歌唱をお楽しみいただこうというものとなっております。そしてその各部門の最終的な順位を決めていただくのが今ご覧のあなたということになるんですよね。各部門映像の最後に順位決定の元となります投票用の URL をお知らせいたしますので、ご覧いただいた後でよかったなと思う出演者1名に皆さん投票をお願いしたいと思います。投票はお一人1日1名のみでお願いしますね。ただし投票受付期間中は何日でも投票していただけますので、どしどし投票をお願いします。そして各部門最終得点1位に投票された方の中から抽選で各部門10名合計30名の方になんと平和堂の商品券2000円分をプレゼントさせていただこうと思います。最終結果は YouTube 投稿期間終了後改めて平和堂のアプリで発表いたします。当選の方にはメールでお知らせをしまして商品券を郵送させていただきます。なお、このバーチャルカラオケ大会の収録並びに YouTube 投稿には株式会社第一交渉のご協力を得て開催しております。ありがとうございます。なお申し遅れました、本日の司会を担当いたします私は井上麻子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。まずはカラオケ大会出場の皆さんにエールを込めてバーチャルカラオケのイメージキャラクターを務めていただいております弓&昇竜門のお二人から歌で応援いただきましょう。曲は平和堂のランドセルテーマソング夢いっぱい詰めて走ろうです。楽しみにしてた小学校いよいよ始まる。勉強ってどんなんかな、毎日起きられるかな、新しいお友達と仲良くできるかな。憧れのお兄さんやお姉さんに少し近づけるかな。夢いっぱいつけて走ろう、これからの輝く未来へ向けて、僕のランドセル、私のランドセル、みんなそれぞれ違うけど、ピカピカ大好きなこのランドセル。夢いっぱい詰めて走ろう、楽しい明日がきっと待っている。私のランドセル、僕のランドセル、ちょっと大きめのランドセル、毎日背負いたいなランドセル。ピカピカ夢いっぱいなランドセル。それではこの回では演歌の部3名の方の歌唱をお楽しみください。歌っていただきますのはニックネームいちおさんです。曲は三山ひろしさんの追分山です。では事前にいただきましたコメントのご紹介です。追分山に会えて感謝しています。なかなか自分に合った歌と出会えません。これからも大切にしていきますとのことです。それではいちおさんよろしくお願いします。Thank you.
てくれ。男の山には道などないが、歩いたところが道になる。真っ黒日焼けの顔だけど心は雪より一応さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。いいお声、ありがとうございます。今のお気持ちはいかがですか？気持ちよかった。気持ちよかった。久々に、あ、久々に、久々に、はい、そうですか。なかなか最近ちょっと歌う機会がなかったんですか？なかったんで、もう NHK でも落とされまくる。いろいろ競争がねありますけれども、あのこの曲に出会えて感謝というコメントだったんですけれども、もうこれを歌に出会えて、なんか人生が変わったみたいなような、もうこの歌に出会えて、もうこれからもこの歌を大切にして、この歌をもう初心の気持ちでずっと
大事な歌と出会われたっていうことなんですね。なんか泣きそうになってはる。ああ、感極まって、いやいや、いいお声でいいお歌でしたよ。本当にこちらこそ聞かせていただいてありがとうございました。はい、一代さん、お疲れ様でした。歌っていただきましたはニックネームじゅんちゃんさんです。ここで事前にいただきましたコメントをご紹介します。いつも応援してくれている家族、今年高校受験生の息子へ、そして両親のために歌います。今日も私のために来てくれています。みんな私の歌を聴いて頑張ってね、とのことです。曲は中村光子さんの河内男節です。河内生まれのフライボーは生きのいいのが売りもんや。さてもお粗末ながら、ここが男の舞台なら、太鼓叩いて見栄を切る。喧嘩ばあやあしいの河内、バカな息子と叱ってくれる。わいの親父は恐れながら、腹はでっかの勇み肌、ぐいっと冷や酒飲み干して、仁義がわりの河内
純ちゃんさん、お疲れ様でした。ありがとうございました。伸びやかな声でしたね。ちょっと緊張しました。そうですか。結構長く伸ばすような箇所もあって、はい、息がよく続いてらっしゃるなと思いながら聞いておりました。家で練習したり、昨日も娘とカラオケボックスに行ってきました。そうですか、はい、娘さんと、はい、そう、今日はご家族のために歌われたんですよね、はい、どんなご家族なんですか。そうです、普段4人というか3人で、娘は大阪で住んでるんですけど、ちょっと娘が今大阪に住んでて その河内男虫って、河内って大阪のあれもあって好きな歌なんですけど。そうですか、はい、今日はご家族はいらっしゃってるんですか。はい、父と母が。ああ、お父様お母様。ねえ、ちょっと何かお父様お母様にも一言声をかけてもらいましょうかね。あ、はい、はい、あ、いつもお世話になってありがとうございます。ありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。純ちゃんさんでした。すいません、ありがとうございます。歌っていただきますのは山本恵美子さんです。曲は新野美香さんの千年の恋歌です。では事前にいただきましたコメントのご紹介です。平和堂でのカラオケ大会に何回か応募させていただき、やっと願いが叶ってとても嬉しく思います。歌は大好きで、私の人生波乱万丈でしたが、歌によって癒されてきました。歌は私の心で歌っています。これからも一生歌い続けていきたく思います。カラオケ仲間と楽しく歌っていますとのことです。それでは山本恵美子さん、よろしくお願いします。
春の名残を心に秘めて行きましょう行きましょうただ行きましょうなお着物でいらっしゃいますね。ありがとうございます。結構胸元がキラキラとなさってますね。とても素敵でいらっしゃいますけども。ありがとうございます。歌い終わって今のお気持ちはいかがですか？もう最高です。最高です。、はい、ね、すごく伸びやかに声が響き渡っていましたけれども、カラオケ歴はどれぐらいでいらっしゃるんですか？これね、あの昔から言うと長いんやけど、もうやっぱあの子作り、子育て、子育てやらで、やっぱりその間に来ましたけど、うん、またあの今復活して、復活して3、4年。そうですか。ちょっとね、はい、あの最近はなかなか大きな声で歌いづらいということもあったんじゃないですか？はい、ね、その頃はどうやって発散してはったんですか？もうあの毎週あの火曜日は教室で練習をやってます。なるほど、はい、お教室でね、はい、練習なさってたんですね。はい、はい、これからもぜひますます歌い続けていただきたいと思います。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。さあ今回2回目の開催となりました平和堂プレゼンツバーチャルカラオケ大会は、ウィズコロナの中で皆さんからの開催希望の多かったカラオケを安心安全に楽しんでいただくために新しい形態で開催をさせていただきました。ご覧いただき本当にありがとうございました。それでは今画面に出ています URL にアクセスをしていただきまして、よかったなと思った歌を歌われた方1名に投票をお願いしましょう。平和堂のアプリに戻っていただいてから投票フォームに入ることも可能です。なお、お一人様1日1回のみの投票でお願いします。ただし YouTube 投稿期間中には毎日投票していただいても構いませんので、どしどし投票のほどよろしくお願いします。各部門の1位の方に投票された方の中から抽選で10名様、3部門合計で30名の皆さんには平和堂の商品券2000円分をプレゼントしますよ。どんどんアクセスをお願いします。